さあ投げ抜けている。
地方は、ワンピカ丸狭間、11段11段の狭間ですね、両方とも。
丸。よく見ろ、シャーク。バグライドが先にランニングが負けて、フローラフローラだけの丸さん、あえてウロボロと手前で止めている。イベントから当てて出し投げ、ちょうど勝負してた。ジャンビのセンターアタックだけだったが、気にはいたらず、最後、外がやばいの、ずかーん、何度も押さえて、カウンターして、今回、こういう動きロックになってて、うまい、相手の裏に反して、先端をやっぱり殴れる、立てはやっぱ強いですね。ここでバースト。マサ、今トカ取ってくる。こっちですか。こっちですか。よくこっちこっちから。はい、逆側に逃げて。頑張りますね。立ってください。ね。立ってくださいよね。開幕にジャンプしてね、俺の時はなぜか前 B だったんですよね。言ってましたね。私の時だけ最初から前日でしたね。抜けますね。これは潜在してくるの？これは間に合うのか？間に合うのか？あ、間に合ってない！間に合っていったが出なかった。嫌ですよ。ごはーん、登らず飛ばして使っちゃうともう1個減って全然返して、あっとー、わっさー、ざっくりラッシュでいかない、ハンマーもガードして、今回なんかしなくてみんなガードめっちゃ叩くんですよ。拾ってた、あそこ捕まえて、ちょっとお手軽使ったか、ボールキズがフットバードだったか、攻め系はあーと漏れてしまう。今のバーストは大丈夫だったんではないか、ムタバレから、あーなんか暴れていた、今のはちょっと早かったかもしれない、タスマート出しまって、あーこーしろんでミッターンからタスリー、ミッシーから、うわーっとー、一番大事な点がついてない、ここ3番狙える、相変わらずやっぱりジャイアンの壁をつけて、ここからなぜかコンボに行ける、どいてください、3700、ちょっと減りすぎじゃないですかね。あー出た、今回は UAEC のガトリングが繋がらないらしいんで、おうまい、 2A5B5C とか 2A5B2C とかのガトリングになるらしいですね。おー、ガバリング、あ、DD ガショーですね、減ってるからね、今回 A ゲートは2フレ減ってるんでね、勝ったのは、ザンマル&マルチームです。頭見せてくださいよ。